鈴木選手です。決勝進出おめでとうございます。 ありがとうございます。前場所では G2 の共同通信社杯走ってらっしゃいますけれども、大きいレースを走って気持ちはちょっと変わりました？まあ、そうですね、いろいろ展開とか勉強になったんで、はい。そして臨んだ今シリーズの手応えとしてはいかがですか？まあ、来る前ちょっとヘッド線腫れて、今もまだ背中痛いんですけど、まあ、そういう不安があったんでかなりあれでしたけど、はい、良かったですね。動きを見る限りではそんな不安はもう全然ない感じでしたが、逆に開き直ってるって感じですかね。はい。決勝戦はどう戦いますか？まあ、先頭で池田君と決まるように、はい、頑張ります。この前後はどのようにして決まったんですか？いや、もう後ろ回るの疲れたんで前回らしてって言っただけで、はい。初日は圧巻のレースでしたね。いや、まあ、たまたま、はい。決勝戦はどんなところを心がけて走っていきたいですか？まあ、2車ですよね。なんで、まあ、うまく仕掛けられればいいかなって感じですね。応援していただきます皆さんに意気込みをお願いいたします。まあ、せっかく乗ったんで2人でワンツー決められるように頑張るんで応援してください。